久保さん、交流の話はなかなか他の人できないですね <laughs>。すげえ話ですね。これはすごい貴重な体験だと思いますね。まあ、今回は、えー、マスクの価値にしましょうか。マスクの価値。まあ、今日ちょっと買い物行ってきたんですけど、まああのね、マスクがね、あの50袋で298円で売ってて <laughs>。どうすか、久保さん <laughs>。 マスク50袋298円ですよ <laughs>。投げ売りですよね。投げ売りもはや <laughs>。もう多分完全在庫余ってんだろうっていう感じの投げ売りの感じで、どこの目ーーかがわかんないようなマスクなんですけど、まあ昔大量仕入れして売れ残りでしょうね。まあこの話から何が言いたいかっていうと、まあ失ってから気づくってことですね。まあ今ある便利なものが、 例えば、久保さんだったら、今まで当たり前にできたことが交流されたことによって、ま、全くできなくなった。ここで人は気づくわけですよ。待つって幸せだな、っていうね <laughs>。多分ね、待つことに幸せを感じれるなんて、まあまあないですよ、生きてたら。失わないと。自由な時間を完全失った時に、多分、気づくんでしょうね。食事、おせな。 じゃなくて、あ、優雅だなっていうね。おせえなじゃなくて、優雅な時間ですよね、久保さん。これいいですね。おせえな、ふざけんなよ。ではなく、優雅な時間だな、みたいなね。<laughs> そう。だ人っていうのはね、あのー、まあよく成功してる人が、僕、成功本はね、何千冊読んだか分かんないですけど、相当読みましたけど、まあほぼ8割、7割ぐらいは、7割、8割強でかね。 感謝っってていう言葉が,が入ってま何 <laughs> で,で成功者は感謝っていう風な言葉を使うのかっていうとうんそこに気づいてるからですね、うん、多くの人は気づかないわけですよそのごく当たり前なことに対して、えー、幸せを感じる例えば今回コロナでねうーん 密集三密で、密集な三密してる時思いっき、り空気吸えます <laughs> どうすか、空気を吸うことすら、空気を吸うことすらためらう、こうやってね、マスクない、な,なんだかな東京の時東京行った時なんか、マスクない人はなな、なんだ、そうそう、電車、山手線だ、山手線でみんなマスクしてるんですけど、その人だけマスクしてなくて、なんかこうやってんすよね。 一生懸命ね、息しないように <laughs>、マスクないから、こうやってたんですよね。まあ、なんだ、マスクないときですね。だから、去年すかいつだマスク不足っていつでしたっけ忘れたな。去年か。去年だ。去年見た光景だ。ね、マスク不足のときに、そう、こうやって必死で息を抑えてましたね。うん。そう。 だからマスクに関しても今まで当たり前に変えて安く買えてたのにそれがねいきなり高くなったら文句言うわけですよふざけんなみたいなね <laughs>、うん、面白いですよね人って <laughs> 人間2生き物は面白いですよね、うん、まあそのあ東北大震災の時も水がねバカ売れしましたし、うん 今はね、防災グッズバカ売れしてないでしょうね。あの時水をアフリエートしてた人めっちゃ儲かってたんですけど <laughs> そうだ失。だからできれば失ってから気づくっていうのは人間なんだけど、失う前に気づきたいですよね。なんで 3, 3つの t っていうのかっていうと、この3つの t に隠された謎っていうのは、あの失って失うことなんですよ、何かを。 で気づか、気づくってことですね。圧倒的に気づくってことです。でも、3つの t をしないと圧倒的に気づくって、深く気づくっていうことができないから、うんって話ですよね。だ深く気づけるから、あ人生が大きく変わる、好転するっていうことですよね。まあ僕のやっぱ人生観が変わったのは、やっぱね、あの、福知山線もすごかったですけど、やっぱりあの津波の映像ですよね。3.11の。 で、もう10年あれから経っちゃったんですけど、まあみんな記憶からないですよね。先月3.11の時はニュース番組でバーバーちょっとやりましたけど、10年みたいな。もう全く記憶ないですよね、みんな、多分。僕は結構ね、ずっと記憶に残ってるし、なんかその、ん、あれを、あれを糧,糧にしてるというよりかは、は、まあ、なんだろうな、あれの人生観変わったんで、忘れることはないですよね。 まあ,あと9.11のテロもそうですけどまあいろんなことがあるわけですよだから失う前に僕なんかは被災してないですけども被災していなくても得られるものってすごくあってうんまあ被災した人は失ったものもあったし、えー、得たものもあった得,得たもの、うん、得たものというか気づきですよねうん失ってから気づく尊さですよね うん、だからその存在に感謝するっていうねそう存在に感謝するっていうなかなかできないことなんですけど生きてるだけで感謝するっていう、うん、その人が生きてるだけでみたいなねそうまあ人っていうのはね難しいですね忘れちゃうしだ忘れないためにも勉強しないといけないし忘れないために気づかないといけないし あのー、失う前に気づいた方がいいと思います。ただし失わないと気づけないっていうのは人間なんでうん難しいですね。はいってらっしゃい。